ワンアウトランナー二塁になりました。三塁側ツーボールツーストライクです。今のも近めのちょっと厳しいコースを思い切って振っていってファールボール。今のファールを見るとですね、はい、あの変化球というところをすごく意識しているのかなというようなあの、まあ、コースも良かったんでですね、窮屈にはなりましたけどね、はい、その裏を回転アウトコースまっすぐというところも行きたいんですけども、まあ、今の柳田選手はやっぱり怖いですよね、バッターセカンドオーバー、インコースのストレートでした。川島は三塁を回る、ホームイン、今度はシングルで勝ち越しのタイムリーになりました。柳田2の2の2打点、2対1、ソフトバンク1点勝ち越し。これも力で持ってきました。まあ、斉藤さん、今のボールカウントになって柳田選手も、まあ、そのチェンジアップというか変化球も相当頭の中に入れているということだったんですが、今のはストレートでしょうか。そうですね、インサイドのストレートですね、まあ、その前のボールもインサイド、はい、その前はファールというところで、まあ、バッター心理的にはやはりインサイドまっすぐで空振りはしたくないと、三振というのは嫌というところも意識が芽生えてきている部分もあったんだと思いますね。